馬長殿の危機迫る勢い、敵はきっと毒を流されたと信じるはずです。俺たちも噂を広めるために城の水源に向かいましょう。王政殿と馬長殿がこの戦の要、二人は何としても守り抜かないと。拡大する前に早く敵に水を飲まぬよう伝えねば。王政殿、いくら敵とはいえやりすぎだ。よし、するなよ。あなたはとても強いのね。私が守る必要なんてないかしら。馬長さん、とても怒ってました。それじゃあ後世さんと仲違いしたままに。頃合いを見て義兄だったと教えましょう。馬長殿もきっと分かってくれるはずだわ。城の水源は確保できました。これでますます敵は噂を信じるでしょう。実際に毒を流さず噂で敵を追い詰める、すごいです。皇帝さん、でも頃合いを見て馬長殿とお話を。二人が仲違いしたままでは皆困ってしまうわ。毒が流されては籠城なんて無理です。私が何とかしなければ。してみせる。敵長、噂を信じた敵が突っ込んできますね。蹴散らしてやりましょう。学習のすごい勢いだけど、突破されるわけにはいかない。学習の敵ながらすごかったぜ。俺が出て行った分きっと苦労してるんだろうな。邪魔者はいなくなりました。さらに噂を広め敵を動揺させましょう。なんと強力な毒だ。口にしたら大男でもひとたまりもないぞ。水は俺が何とかしよう。だが今は絶対に飲まないでくれ。俺たち敵のためにずいぶん必死じゃねえか。ふっ、まあ、敵の存在を教えてもらう。独断で動いてる。他の者はなぜ俺を放置してる。内輪もめか策か、やはり君は噂の真偽を確かめた方がよかろう。敵が水源に向かっているようです。嘘がバレる前に始末しましょう。これで一安心ですね。敵の間にも動揺が広がっているはずです。嘘がバレないよう素早く対応するなんて、やっぱりすごいです。素晴らしい活躍ね。でも無茶だけはしないで。これで一安心ですね。敵の間にも動揺が広がっているはずです。皇帝さんの策うまくいきましたね。これで城も落とせるでしょうか。堅牢な守りの一角を崩せたみたい。いい調子だわ。嘘をついてもらうわ。なんだ急に。あの患者、報復する相手を間違えている。いや、知っててこの悪党を挑発しているのか。頑張りましょうね。馬長殿は敵陣の奥深くにいるはずです。恩を売るために救援に向かいましょう。これで終わり。恩分かったわ。私も一緒に行かせて。
もうすぐ馬長殿と合流できそうです。少し時間がかかってしまったわね。馬長殿のもとへ急がないと。この戦場、俺が根本に飲み込んでやる。誰？知る。おお、来てくれたか。一緒にこの者を倒そう。頑張ります。ここまでやれば敵も大きく動揺するでしょう。毒だなんて、水も飲まずに戦えるわけがない。ビビってるやつの逃げが少なんで。分かったぜ、てめえらは撤退しろ。ようやく門が開きましたね。城内へ打ち入ってやりましょう。頑張ります、課長さん。毒の話は嘘だったんです。伝えるのが遅れてごめんなさい。馬長殿も薄々気づいているのでしょ。毒の話は法政殿の策だったと。法政殿は俺を助けてくれたのか。最後まで話を聞かず仲間を疑った俺を。法政殿、策とは知らず先ほどはすまなかった。助けてくれて感謝するぞ。馬長殿が動いてくれたから策が成功したんです。救援はその恩に報いたまでも。法政殿、この戦共に勝利をつかもう。よかったですね、これで仲直りです。これも馬長殿の正義、法政殿の策、そして直虎殿の思いやりのおかげね。いえ、私なんて全然。レイスさんこそすごかったです。我らも親方様のために戦うぞ。敵も必死で食らいついてくる。北条の殿はそれほど皆に愛されているのだ。さあ先に出してやろう。あなたは随分元気らしい。そう、とても素晴らしいことですよ。親父さんと戦うのつらくないか。中にいる武将だったらお前の仲間だ。だからこそ黙って見ているなんてできないわ。だってお父様の娘だもの。よう、俺たちを引っかき回したのはてめえか。礼はさせてもらうぜ。礼ですか。いいでしょう。なら俺はその報復として勝利をもらいます。撃ち取った。勝ったな。これも法政殿の策のおかげだ。馬長殿もなかなかのお人よしですね。結局は俺の策に利用されたんですよ。まあ戦に勝てて誤解も解けて一件落着です。そろそろ聞かせてください。お父様はなぜ信長に味方していたのですか。お前らも知っての通り、あの力でねじ伏せられて仕方なくだ。それ以外に悪人に従う理由なんてあるのか。仕方なくやってたが、ここで負けたのは幸いだ。これからは謙信と劉備の方につくぜ。その方が奴にとっても都合がいいだろう。お父様、これ以上話してくださる気はなさそうですね。本当にこうなると頑固なんだから。まあまあ
味方も増えたしいいじゃないですか。宗神殿と学神殿、それに小太郎殿もこっちに来てくれるんですよね。うん、氏康殿がそう判断するなら我らにも否やはない。これよりは私たちも共に戦わせてください。挨拶代わりに教えてやろう。織田軍が持っている腕輪は一つ、残りはまだ見つけていないのでな。このお化けさんちっとも本気を出しやがらねえ。信長も頼む相手を間違えたな。本気よねえ、ならこっちでは真面目に探してもらえると助かりますよ。腕輪の数は今のところ一緒ですね。でもどうして私のは何も起こらないんだろう。